町のタイガースコーナーは連日の大にぎわい。大人気の新庄亀山グッズをはじめ、今じゃ生産が追いつかない商品もあります。儲かってますか？通称しました60年の時の売上の今のところ倍でございますね。不景気でも阪神関連株は値を上げてます。大阪の経済は阪神で成り立つと。だから今のところ株価は阪神の勝ち負けでなく優勝ムードに乗った雰囲気で決まってるような感じですけどね。この状況、日本一になった昭和60年と極めて似ているんですね。7年前、すごかったですなぁ。難波の街はもうはちゃめちゃ。その時、当時の人気者、バース選手と似ているというだけで、道頓堀側に投げ込まれたのが、ケンタッキーおじさんこと、この人。しかし今年はがっちりとガードされてます。というわけで、今回ファンに狙われているという噂の人形が2つ。うちの人形はですね、まあ、食い倒れ人形でありまして、亀山選手でありませんので、その点だけはちょっとご了承願いたいと思います。よろしくお願いします。亀山さんでしょ。見ても日韓でしょ。亀山の方が男前ですからね。心配はしてませんけどね、あんまり。本当はスポンなんです。もう何でもええんか、タイガースファンは。次に甲子園に戻ってきた時には優勝が決まっているはず。部位争いをしている強いタイガースを見ようと、昨日の太陽戦には当日券を求めて朝早くから人、2600人も詰めかけて、今シーズンで最も早い7時20分に開門。試合は2時から、まだ6時間以上もありまして、絶対優勝、絶対優勝、はい、優勝もちろん当たり前、当たり前、うん、絶対優勝する、絶対。どんなお子さんに育てたいですか？新庄みたいな声ね。興奮渦巻くマンモス甲子園、その中でタイガースナイン、ファンの声援を受けて、この日も力強くグラウンドを駆け回り、会心の勝利。試合が終わっても甲子園前ではまるで優勝したかのような大騒ぎ。そして阪神梅田駅でもご覧の通り、これだけの熱狂的なファンに見守られて7連勝のタイガース、もう優勝するのは間違いなしや。なんか阪神は